つらが早く散り甘く酸っぱい白い藤の花に熊鉢夕食済ましてお風呂上がって頭にタオルかけて一人テレビ見てると授業参観案内用紙少ししわくちゃな案内用紙言葉少なにて渡されぶきらぼうにて渡されたまった有給休暇を明日提出しよう初めて訪れた教室に戸惑いながらどこにいるのか見つけられない一番前の席から僕を見ていた話すことも減り藤の香りに幼い日々をあれこれ思う男勝りでお兄ちゃんといつも外を駆け回り気がつけば年頃手前かな校舎3階6年 A 組社会科2時間目上は木地さん言葉少なにて渡されぶきらぼうにて渡されたまった有給休暇を明日提出しよう初めて来てくれた最後の授業参観チャイムの音が切なく響く願うと前向いて照れ隠し